ポケユルチャンネル始まるよ。どうも、ヨです。今日は2月ポケユル杯決勝戦の動画をお届けします。今回は26名の方が参加してくださいました。ありがとうございます。デッキ分布はこんな感じ。圧倒的にロストの数が増えました。そして時点でミライドン、ミュウが多く、まさに今の環境を表した大会となっていました。そんな現環境の大会を勝ち上がったのはこのデッキ。ソードさんのキルリア・パルキアデッキとミヤビさんのダークライです。ロストを抑えてパルキアとダークライがまさかの決勝進出となりました。以前のように一強時代ではなく、いろいろなデッキが活躍できているのはいいことですね。白熱の試合展開になっておりますので、お楽しみに。それではどうぞ。じゃあここで、はい、あとでいいですか。はい、最初はグーじゃけっぽい方向で、じゃあ決勝戦バトルスタート。お願いします。お願いします。頑張ってます。はい、ラグラビーも取ります。はい、これで前3枚します。1枚で、はい、そのまま現地に出します。はい、特殊札使います。2枚引きます。これで挽回します。はい、ドローします。グッパス、はい、パルキア V と月光が、はい、枚数お願いします。1枚でお願いします。隠し札、はい、デビルボール、はい、ラルトス、ハイパーボール、はい、あ、サナイ、ラルトス、はい、枚数お願いします。1枚、これでパン終わります。はい、1枚引きます。こちら使います。はい、パルキアの手術使います。殺します。ラクラブイ出します。ラクラブイ実際に進化します。これで挽回します。はい、ドローします。パルキア V スター進化、キルリア進化、隠し札、はい、メロン、はい、キルリア進化、ディファイン、はい、レベルボール、はい、キルリア、はい、マイスお願いします。1枚でお願いします。はい、こっちか、ディファイン、はい、ここからシューマイがつかないと思うんだよな。ラルトス、これで、うん、パルキアに手張りして頑張ります。はい、1枚いきます。はい、隠し札使います。はい、ハイパーボール使います。はい、ガールファイヤー V 持ってきます。それで枚数お願いします。1枚で、はい、スターベース使います。はい、トリキンシューズダッタンと置きます。そのままトリキンシューズ使います。殺しします。ダッタッチ使います。そのまま手張りします。クロスしたりキルリア前でお願いします。そのまま悪魔波動で最後1枚戻ります。アルキア前からフォローします。キルリア進化、リファイン、はい、リファイン、はい、サンライト進化、はい、アルカナシェン、はい、1枚ゲコーン、はい、レベルボール、はい、クレフィー持ってきます。はい、メスお願いします。1枚でお願いします。1枚、アルキー置きます。はい、メロン、はい、3枚、これで悪の塗り200ダメージで、はい、1枚引きます。はい、アクシュータ使います。はい、ハイパーボール使用します。はい、ラクレベスタ入ってきます。これで枚数お願いします。2枚、はい、
このまま後ろ進化します。5選手でキルディア前でお願いします。こ、はい、のまま悪の波動で、はい、お願いします。こいつかドローします。はい、ネストゴール、はい、ラルトス、はい、マイスお願いします。1枚お願いします。隠しらバルキア進化で、アルカナシャイン、はい、で対象なし、はい、ミモザ使います。はい、キルディアとキルディアサーナイトアルトスも1枚戻すか。3枚戻します。はい、お願いします。1枚お願いします。1枚。で、3枚ドローします。はい。じゃあ逃げます。はい。で、こう頑張って。で、スターポータル。はい。カリオガニ1枚。はい。これで、月光手裏剣、ダークライ2体で。はい。2枚もらいます。はい。月光ガニ出します。はい。でも行きます。1個出します。はい。お母さんの緊急に。9個使います。ダークライブ出します。1個になったイメージでクローズします。これで挽回します。はい。クローズします。はい。レベルボール持ってきます、はい、でレベルボールでキルリア、あ、水ポケモンなしです。はい、ナイスお願いします。1枚だね。1枚でキルリア進化、はい、でリファイン、はい、隠し札、はい、アルカナシャイン使います、はい、対象なしで、はい、海王ガニ手張りして番終わります。はい、1枚引きます。でストップ貼ってそのまま効果使います。トリケの修正だけ解消します。トリケの修正します。はい、解消します。メスボール使います。はい、解消なしで、それで枚数お願いします。1枚、はい、キララ使用します。この上で2枚そのまま進化させます。手割りします。友達ピッチャー使います。はい。クララタボスを戻します。これで枚数お願いします。1枚。はい。アナ抜けの方も使います。はい。バルキアで。はい。次の枚出します。そのまま働く枚が使います。はい、4枚なんで1枚引きます。これで挽回します。はい。ドローします。隠し札。はい。で鼻抜けの紐、はい、太陽が前、手張り、はい、エネルギーリサイクル、はい、5枚戻します。ヤマビコホーンファイアーブイ、はい、でアクアストーム使います、はい、全部エネルギーなんで250ダメージダークライファイアー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。優勝はソードさん、おめでとうございます。今回対戦で使われたデッキはこちらの動画で紹介いたしますので、概要欄からぜひご覧ください。ポケルハイではバトルだけではなくビンゴなどもあり、初心者の方でも楽しめる内容となっております。皆さんもぜひポケルハイに参加してくださいね。ではこの動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポケールチャンネルでは自主大会であるポケール杯を毎月開催中。詳しくは概要欄から Twitter をご覧ください。それでは。